あれ、お前今日1時間以上早いぞ。ああ、いや、休養明けだし、今日は暇で、誰か相手してくれる人いないかなって思って。相手ってラリー？玉出しか？ああ、試合を。試合ってお前、おととい決勝戦やったばかりだろう。チェンジオブペースについて考えてたら、使えそうなパターンをいろいろ思いついたんです。負けてあんなに疲れていたのに、休むよりすぐ試合がしたくて。そりゃ試合中毒だな。え？おとといの決勝みたいなヒリヒリするくらいの真剣勝負は怖いし苦しいけど、他では体験できない刺激でもある。へえ。とにかくその気持ちはわかるぜ。俺だって元プロだからな。誰もいないんじゃしょうがねえ。相手してやるよ。え、葵さんが？なんだよ、不満か？あ、いえ、怪我とか大丈夫なんですか？ワンセットくらいなら平気だよ。さっさとウォームアップしてこい。あ、はい。元プロ。ワンセットマッチならまだ負けねえな。ありがとうございました。あれ、兄貴早いですね。ユキチ君。そもそもあいつは試合経験が少ないんだよな。チェンジオブペースなんかいろんなボールを打つ機会があって初めて練習になる。左利き対策だってあるし、なんとかしてやらねえとな。全日本ジュニアで優勝できなかったらプロを諦める。俺はプロを目指すのをやめられるのかな。A ちゃん2組なんだね。なっちゃんは4組だね。私3組。今年はみんなバラバラだな。影山は理系クラスの6組か。なんだよ A ちゃん、俺たちと別クラスで寂しいってか。痛いよ影山。心配すんなって、応援はちゃんと言ってやるからよ。私も行くからね、丸尾くん。うん、ありがとう。進級おめでとう。今日からみんな高校3年生だ。今から1年後、君たちは様々な道を歩んでいくことになるだろう。そのためにこの1年をどうすればいいか、それをよく肝に銘じて過ごしてほしい。俺、駅前の塾に行くことになってさ。ん？部活が終わったら真面目にやるしかねっか。みんな受験モードに切り替え始めてるんだな。なんか流れに全力で逆行してる気分だ。A ちゃん、行くよ。うん。さ
3年になったら急にみんな受験のことばっかになっちゃって、なんかちょっと阻害されてる感じだね。うん、修学旅行の時もそうだったけど。うわっ、って聞いてる？ A ちゃん。え？うん、聞いてるよ。俺のクラスも受験モード。そっか、やっぱりね。もし俺がプロを諦めなくちゃならなくなったら、それでもなっちゃんの隣にいられるのかな。ほっ、取れた取れた。さすが動体視力いいね。よーし、集合だ。今日はこれからいつもとちょっと違う練習になるからな。はあ、かなり実践的に行くから、各自目標を持ってやるように。実践的？じゃーす。お、来たか。お願いします。え、おお、あ、アラヤ君。おう、宮川君と最上君も。いや、あれ、岩佐君も。え、なんで？この前神奈川のテニスクラブの会合があったんだが、ジュニア選手の強化のために今年から今まで以上に選手を交流させて練習しようということになってね。君たちが関東や全国でいい成績を残せば、神奈川の出場枠も広がるからな。それじゃあ岩佐君は？ジュニアじゃありませんよね。俺が呼んだんだよ。え？暇な時間は人物デッサンをやってもいいって条件でね。お？美大落ちて今は時間を持て余しているから。彼は間違いなくお前のチェンジオブペースにいいヒントをくれるはずだ。もちろん STC が他のクラブに出向くこともあるからな。すごい、これを頻繁にやるってことはたくさん試合ができる。あと女子はもう一人来るはずなんだが。お、すみません、遅くなりました。女子、遠いところをお疲れ様です。いいえ、今日はよろしくお願いします。ちょうど上京する予定だったので、いいタイミングでしたわ。ほら、あなたも挨拶しなさい。ん？うわ、髪が絡まって。あ、アキちゃん。なっちゃんのライバルの清水さん、この人女子のナンバーワンなんだよな。関東ジュニアまで約3ヶ月、神奈川では今日から強化期間として定期的に交流練習会を行うことにしました。今ここには過去に一定以上の戦績を残した選手だけに集まってもらっています。基礎練習の後に試合という流れで行きますので、名前を呼ばれたら指定のコートに入ってください。試合経験を積むチャンス。うわっ！ちょっと荒谷君、声大きすぎてみんな集中できないよ。声出すやつなんていくらだっているだろうが。でかすぎるんだよ荒谷君のは。ちっちゃいこと気にしてると強くなれねえぞ。そんなんなとモテないよ。こらお前ら、真面目にやれ。二人とも同じベースライナーとして譲れない何かがあるのかな。ラリーはすごいハイレベルなのに。じゃあ丸尾君、始めようか。よろしくお願いします。岩佐君はあらゆる球種をあらゆる球速でどんなコースにもどんなタイミングでも打ってくる。それは俺が習得したいチェンジオブペースに必要な技術。はっ、まずはフラットで強打。さすが、速球は速球で返す方が楽なはずなのに、難なくペースを緩めて深く入れてきた。滑るスライスで飛んだ。いとも簡単にペースを変えてくる。よし、まずはとにかく見よう。岩佐君はなんで簡単にチェンジオブペースができるのか、俺や他の選手とどこが違うのか、どんなチェンジオブペースが効果的なのか。あの岩佐君、速球を遅く返すのにコツとかってあるんですか？え、何？速球を遅く返す？はい。掴んで放る感じかな。掴んで放る？え？あの、もう少し具体的に言ってもらえると。あれ、
今具体的に言ったつもりなんだけど。あ、この人なっちゃんと同じ感覚派だ。丸尾、次はアラやな。あ、はい。自分なりに分析するしかないか。アラヤ君は全国最強の左利き。左利きになれるのにこれ以上の練習相手はいない。この先どんなタイプの選手と当たるかわからない。どんな相手のボールだってコントロールして自分のペースにチェンジできるようになりたい。すごい、あと3ヶ月でやるべきことがどんどん増えていく。ぼーっとしちゃって。あ、いや、なんかノート取ったりしてすごいなって。ああ、 A ちゃんね、ほんとすごいんだよ。 A ちゃんは、 A ちゃんさん、とにかく夢中なんだ。2年前に始めたのにどんどん強くなってさ。 A ちゃんさん、なんかすごく楽しそうですね。ん？うん。ところでお母さんがコーチってどんな感じなの？え、どんなって、物心ついた時からそうなので。そっか、言われてみれば私もずっと STC だ。すみません、参考にならなくて。うん、いいのいいの、他とは比べようがないもんね。そろそろ交代してもらおうか。あ、はい。今日は秋がいろいろとお世話になります。いえ、こちらこそ。日本一の選手に来ていただけるなんて願ったりですよ。実はずっと前から高崎夏さんの練習環境を見せていただきたかったんです。夏の？それは何でまた？今年の全日本ジュニアで秋に勝てる可能性があるのは夏さんしかいないと思うんです。年々二人の差は縮まっています。なのに肝心の秋自身に危機感が感じられないんです。だからライバルのいる環境を見れば少しはと思いましてね。なるほど。でもなんで危機感がないんでしょう？あの子は幼い頃から私が付きっきりだったので、同世代の選手との競争心が希薄なんだと思います。それを本人に言って聞かせてはいるんですが、年頃なんだと思います。最近は自分なりに考えているからか、何をするにもいちいち時間がかかって見ていてもどかしくて。ああ、いい風。こんにちは。あ、どうも。あの、私のこと覚えてますか？うん、選抜室内で会った清水さんでしょ？コートサイドで携帯の電池落としてた。そうです、昨日母から STC に行くって聞いて、また偶然会えるかなって思ってたら本当に会えて驚きました。俺も驚いたよ。これで二度目ですね。そうだね。ああ、じゃあ練習試合頑張ろうね。あ、ちょっと待ってください。お、あの、そのテニス好きなんですね。え、それはそうですけど。あ、すみません、ここにいる人はみんなそうですよね。なんださっき見ててすごく楽しそうに見えたので、つい。え、あ、そうだった？でも清水さんこそ好きでしょ？そんなに強かったら絶対楽しいと思うけど。それがなんかよくわからなくて。え？いや、嫌いなわけじゃないんですよ。でも私は物心ついた頃にはもう母がコーチで、毎日コートにいるのが普通で、テニスしかやってこなかったので。アキ、そろそろ時間よ。あ、それじゃあ。はい。ん？清水さん、
小さい頃から24時間テニス漬けってこと？それが普通なんだとしたら、そりゃ強いよな。それじゃあ各コート試合開始だ。なんかさっき変なこと言っちゃったかな。常にテニスが優先で、みんなと違う生活が嫌だと思うことはあったけど、私はいつも正しい方向に導いてもらえたから、結局はみんなより幸せだったと思う。でもなんだろう、やっぱり何か違う。私の楽しいは本当にこれでいいのかな。くそ、くそ、負けたか。よし、今日の練習はここまでだ。いつかそっちでも練習したいね。今日は本当にありがとうございました。いえいえ、お役に立てたかどうか。じゃあ兄貴、お先に。また明日。あの、丸尾くん。ん？あ、清水さん。あの、アキ、行くわよ。あ、今日はありがとうございました。あ、いや、あ、どうも。何か言いたそうだったけど。今日は驚いたね。でもいい経験になったよ。そうだね。え、なっちゃん、今日清水さんに勝ったの？でもアキちゃん本調子じゃなかったからさ、今はいろいろ試行錯誤してる時期なんじゃないかな。そういえばテニス好きなんですね。あのさ、ん？なっちゃんはテニス好きだよね。もちろん好きだよ。なっちゃんはそう言うと思った。宮川くんと荒谷くんは？よくそういうことをさらっと聞くね。あ、そう？そうかな。僕は好きとだけ言い切れるほど単純なものじゃないと思うけどね。そうなの？だって子供の頃からずっとやってると苦しい時だってあるし、投げ出したくなったりもしたからさ。正直一言では言えないよ。俺はもう好きとか嫌いとかじゃねえな。なんか血とか肉みてえなもんでさ、ほとんど俺自身を形成する一部って感じだな。そのテニス向きなガタイで言われると説得力あるね。でもま、なんだかんだここまで続けてきた僕たちはもう好きだって言っていいんだろうね。そっか、そうだ、俺はテニスが楽しいんだ。俺から2ヶ月間はとことん体を追い込んでいくぞ。怪我のないように慎重に、後悔のないよう全力でだ。コントロール、よし、ジャース、お願いします。お母さん、もう STC の練習行かないの？もう向こうに行く用事はないから。そう、刺激になった？え？うん、みんなとはきっと全日本ジュニアで会えるわよ。夏は第一シードね。アキコは反対のブロック？うん、兄貴、関東ジュニアの組み合わせが決まりましたよ。え？関東の強豪64名によるトーナメント、この中から16名が全日本ジュニアの出場権を得る。つまり2回勝ってベスト16に入るのが最低の目標ライン。お？第1シードがナバエ君、第2シードが岡田君、第3シードが我らが荒谷君と、まあ予想通りの感じなんですけど、兄貴は全日本行きがかかった2回戦で第5シードの井出と当たるんです。井出くんって
全日本選抜室内ベスト8のなかなか厳しいだろう。神奈川準優勝のお前はシードされるレベルの選手ではある。でもこの関東ジュニアのシード順はランキングで決まるんだ。優勝してれば違ったんだが、井出は今回埼玉ジュニアのベスト8でこけたらしく第5シードに甘んじていますが、本来はもっと上位の選手です。正直いい組み合わせとは言えませんが、兄貴は全国優勝を目指してるんだから。うん、俺も兄貴と同じノーシードです。お互い頑張って全国行こうよ。いや、江川君どんどん調子を上げてますね。ええ、そうなんです。取材も遅れてるんだ。あ、タクム久しぶり。おう。大人をたくさん引き連れて、タクマさんまた一段とプロらしくなりましたね。この前2勝目を挙げて日本ランキングもついにトップ10入りらしいですよ。トップ 10? 今日は契約やら取材やらですかね。じゃあ向こうの席で。あの、タクマさん。ん？忙しいかもしれませんけど、近いうちにあの時の続きをお願いできませんか？あの時って、あれか。あいつ、自分から。来週からは日本にいねえから、今日だな。今日ですか？あ、はい。じゃ、あとでな。青いコーチに中断させられて悔しがってたタクマとの試合？うん。タクマさんに会ったら、なんとなく心が整理できた。もし俺が関東で負けて全日本を逃すようなら、企業だって契約はしてくれないだろう。それはタクマさんみたいにみんなから期待される選手になれないってことだ。3セットマッチ、江川サービスプレイ。負けてもプロを諦められないかもしれないと思ってたけど、全国進出を逃すようなら俺はプロを目指すべきじゃないんだ。だけど俺は絶対プロになる。救出が数ヶ月前とは全然違ってる。池君みたいにバウンドしてから手元で伸びる。やっぱりタクマさんはすごい。サーブキープが精一杯。 A ちゃんどんどん上達していく。テニスを始めて2年ってことは、そっか、 A ちゃんに会ってもう2年になるんだ。次回のベイビーステップは月明かりと波音